2階部分に上がると特製の掃除機で攻撃性の強いキイロスズメバチを次々に吸い取り始めた。実は松丸さんの駆除方法にはこだわりがある。一般的には殺虫剤を大量に使う方法もあるが、周辺住民の健康被害を考え、あえてこの方法を選んでいるという。そして壁板を剥がすと巣の一部が見え始めてきた。ちょっと待ってくれよ。大きいよこれ。半端じゃないよ。雨風を防げる壁のわずか15センチほどの隙間にキイロスズメバチは何段もの巣を形成していたのだった。こういう感じですね。それが何段にもありますね。取り出した巣を並べると全部で11段にもなっていた。凶暴化する新型スズメバチ、駆除に向かったのは千葉市川のマンション。同行するとまずエレベーターで5階まで上がり、そこから階段を上っていく。着いたのはマンションの屋上。ところが不測の事態はここでも起きてしまう。バスター松丸さんが指さしたのは隅にあった親しろ。しかし外見からでは全くわからない。見える。すぐ見える。這うようにして見つめる先にはなんと、直径40センチはあるキイロスズメバチの巣が完成していた。マンションの屋上の親代のこのこういう形態のやつはまだ初めてですね。そしていつも通りに作業を開始するが、この後またしてもスズメバチの吸収を受けてしまったのだ。それは蜂を眠らせるため煙幕を巣穴に向けている最中の出来事だった。急に巣から遠ざかっていくバスター松丸さん、手袋を外し指先を押さえた。指さされました。ちょっと、針が入っちゃうんです。針が入っちゃったんです。手袋がほら薄かったでしょ。刺されてしまった時はまず毒を体内に回らせないことが重要だという。指先を紐で強く縛り止血。刺された場所は赤くなっていた。そして毒液を出すため血液を絞り出すことに。これはバスター松丸さんだからできる応急処置。もし万が一刺された場合は至急病院に向かってほしいという。もうだいぶ血が出なかったら大丈夫だと思います。よし、開始します。再び人間を襲うスズメバチに立ち向かうバスター松丸さん。およそ15分後、痛みをこらえながら重さ3キロにもなる巣の撤去が完了した。